ディズニー100 year of wonder というわけで、まあ、ディズニー100周年を記念したアイテムとしてね、再び登場です。これ、このままでも十分いいじゃんっていうぐらい、この単体のそれぞれのマシーンがいい造形になってます。おー、見事に変形合体しました。でさっきほら教えてくれたじゃん、あの、美女,<は>美女と野獣のね、公開日、アメリカのね。 うん、はい後悔いですね憎、うん、い演出ですよねこういう公開日にしてるっていうのはちょっとこっち側も見て発見した時すごい嬉しくなりましたオタファの秘密基地オタファの秘密基地ファンタジックフォーメーション動画をご覧の皆さんこんにちはオタファです今日紹介するのはコールド超合金超魔法合体キングラボミッキーフレンズだ <laughs> 全国のガンゲロを集結せよ今から10年前に発売されたこの超合体キングロボこれがディズニー100 year of wonder というわけで、まあ、ディズニー100周年を記念したアイテムとしてね再び登場ですパッと見たところ、まあ、カラーリングとかが違うだけなのかなと思いきや大部分が変更されていますパッケージこれ分かるこう キラキラになってるんだよね。こう、線が、レインボーのね、線が出てると思うんだけど、このパッケージめちゃくちゃ凝ってるなそして、ディズニーのね、6、6人というのかなうん、有名な、この6人が写っています。このスーツが可愛いですね。パッケージの横。あ、花火が上がってますね。反対側はこんな感じ。 パッと見超合金の箱じゃないみたいな <laughs> なんか化粧品香水とかが入ってそうなおしゃれなパッケージだなと思いました今日はねゆっくりこの変形合体プロセスをねじっくりと紹介していきますあっけろあっけーろじゃーんこのように入っていますいやー色が本当に綺麗だなこれ じゃーん中身を取り出しました色合いもいいし、一体一体が可愛いですね !10 年前に発売されたやつもすごく良かったんだけど、今回は何て言うのかなよりパステル調あの、パールがすごく効いたパステル調のカラーになってて、で、造形も細かい部分見ていくと違うんだよね。で、合体してロボになるんだけどさ、これこのままでも十分いいじゃんっていうぐらい、この単体のそれぞれのマシーンがいい造形になってます。 さあというわけで、一体ずつじっくり見ていきましょう。まずはミッキーさんが乗り込む、ジェットミッキー。大人の僕が手で持つとこんな感じ。小ぶりなサイズなんだけども、材質の一部にダイキャスト。合金が使用されてるので、こう、ずしっとね、程よい重量感があります。顔はこんな感じですね。いずれの6体も全てバイザータイプとなっていて、レインボーのグラデーションがかかっています。横。 前回のやつと比べると、もう大部分が変わっていますね。もう全くの別物と言っていい。でね、僕嬉しかったのはね、これ隠れミッキーさんいるんだよね、ここ。<laughs> これおしゃれだな。スラスターバーニアが隠れミッキーになっています。この色もめっちゃ綺麗だよね。メタリックカラーが映えます。ちょっとこのバックパック外します。後ろから見ると、こういう風になっていて、ここにつまみがあります。ぐるーっと回すと、じゃん ミッキーが操縦席にいます。このコンセプトがいいですね。あくまでこれはマシーンで、それぞれのミッキーとかドナルドたちがこう操縦しているということですね。全部のマシーンにこういう共通ギミックがあって、これいいですね。10年前のジェットミッキー。色合いが全然違いますね。こっちの方が要するにおなじみなあのパキッとしたカラーリングになっているっていうのがわかるかと思います。後ろのボリュームなんかは全然違いますね。 もう早速比較をしながら見ていきましょうかスカイミニこれまたカラーリングだけじゃなくて各部がボリュームアップしていますこの部分に注目バラガラの時計がありますねそう今回は100年の時を刻むもうまさにそれぞれのロボットにあの時計があしらわれてるっていうのもポイントです反対側後ろでさっきのミッキーは背中に時計があしらわれています ジェットミッキー、スカイミニ、一緒に並べるといい感じですね。どんどん見ていきましょう。ダイバードナルド。10年前に発売されたやつもいい色合いだけど、やっぱこっちもなんかすごくいいよね。ゴージャス感があります。潜在画像によると、この時計が表している時刻。これも何かヒントがありそうですね。判定側はね、このようになっています。 さあ次はアクアデイジーこれもさっきのダイバードナルドと同じような部分にアップデートが施されていますねこれはトランプ柄の時計になってますねパステル調のカラーリングなんでぼんやりとした色の違いなんだけどもやっぱりこれはブルー系ででこっちはちょっとピンクっぽい色合いになってますねダッシュプルートこのダッシュプルート自体の造形は同じでカラーリングだけが違います が、パッと見なんか違うように見えるよね。で、あとね、違いは何と言ってもね、この犬小屋ですね。大きさが二回りぐらい違いますね。で、今回の犬小屋はちっちゃいんだけども、ダイキャストパーツがここに使用されていて、ずっしり重いんですよね。ダッシュプルートの時計はここですね。これが砂時計になっています。ここ、クリアパーツになっていて可愛いですね。中のものが、こう下に下ろすと、ストンとね、こう折ります。 今回登場するキャラクターだけじゃなくて、この時計があることによって、その100周年の中のディズニーの歩み、それを見れるところもまた面白いです。さあ次、ランド・グーフィー。今回のキャラクターたちの中で最もパッと見て違うのがこのランド・グーフィーですね。まず頭の高さが変わっています。これは足の造形が大きく変わったことと、あとはこの頭頂部、ここに時計台があるんだよね。 それが特徴かなと思います。この足がね、繋がっているデザインになっているんだけども、ここを見るとね、クローラー、こう、コロコロするところがあるんだけど、いいですね。なんかちょっとこう、足が繋がってても違和感がない感じになってます。時計台がありますね。前回のやつはね、足が分かれていました。で、この時計台のところには、このレバーがあります。これをスライドさせると、せーの。パ なんか出てきますね。これはディズニーに詳しい方だと何,何が出てきてるのかわかると思うんだけどね。可愛いですね。いや、これ実際超小さいんだよね。こんな小さいところにもね、ギミックを仕込むところもさすがだなと思いますね。時刻を表している。ここもね、注目。かな。ランドグーフィーはこんな感じ。さ次、今回新規造形パーツになります。100をあしらった振り子時計ですね。これだけで結構ボリュームが。 あります。で、彫刻がすごく細かいんだよね。みんなも一度や二度行ったことがあると思うんだけど、東京ディズニーリゾートになんかこうありそうな豪華な装飾になっています。あの、触ると楽しくてここのギアのところとかね、回ります。綺麗ですね。ここの振り子の部分は軟質パーツになっていて、角度を変えることができます。下に行くとこんな感じ。さあ、そしたら最後です。 小ぶりなサイズのエースプレーン。前回のは蒸気船のエースウィリーが付属していました。今回はこれが変わっていますね。これも同じくディズニーの歴史を知っている人にとっては、あの、馴染みがあるというかね、こう、ニヤッとするアイテムなんじゃないかなと思います。このプレップ、プロペラの部分がね、回ります。ちっちゃいながらよくできてますね。単体の紹介はこんな感じ。さあ、お待たせ合体させよういきます ファンタジックフォーメーション今回のオタファテクニカルレベル、ズバリ 7! 変形難易度がとにかく高いですね。僕流でじっくり解説していきます。まずは、ミッキーギアパーツ。このパーツを上に持ち上げて外します。ちなみにこれはこのようになっています。これ時計なんだよね。ここが稼働します。あと、ここも動きます。あとで使います。さあ、本体変形。 頭部を前に持ってきたら腕拳を前に出し腕を持ち上げて根元動く方を前に持ってくるそしたらここが開きますロックを外して飛び越えたらこのパネルとくっつけて後ろまで持ってくると反対側も同様ですどどんどん 行きましょう上に上げてでこの可動する肩のところですねこの位置にしてここを開くとゆっくり行ってくださいそうするとこのようになりますさあそしたらね足なんとパカッと割れてこれが上に持ち上がりますこれ驚愕ギミックです ところどころ擦れるというか引っかかるところがあるんで引っかからないように気をつけて持ち上げてくださいまっすぐにしてくださいさあそしたらカバーを開くそしたら足の角度を回して変えてこのようにしますさあ後ろから見てみましょう ここの四角い部分とここがロックされます。ゆっくり押し込んでください。行ききるとぴったりはまります。反対側も同様。こ再び正面から見てみましょう。こんな感じです。そそしたら今度は 一度開いたこれを元に戻します飛び、えーっとね、この中に入るときにこのポッチがありますこれでロックがかかるという感じですね反対側も同様さあそしたら今度はこのボディを下に倒すそしたらぐるっと回す なかなかテクニカルレベルが高いですね。こうなります。あ、そう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 。そしたらね、これを閉じてください。ぴったりとロックがかかります。これで、ジェットミッキーの合体準備完了。さあ次、スカイミニー。バックパックを上に持ち上げて、足を曲げる。 さらにもう一段曲げて、ここにくぼみがあります。ここにちょうど来るような感じで持ってきます。そしたら、スカート。これを下に下げ、ミニちゃんの手のひらをこっち側に見せるような感じで曲げてください。そしたら、内側に。ここの可動軸を使って、前に持ってくる。 これで、スカイミニの合体準備完了。次はランドグーフィー。頭部を回して、上に起こす。そしたら、胴体を、ここの部分ですね。ここで、前に持ってくる。そしたら、足首。ロックを外して、このパーツを後ろに持っていきます。そして最後に、腕。 ここ、腕がね、動きます。ここの凸と、腕の中の受けがあります。これを合わせる。反対側も同様。これで準備完了。次は、ダッシュプルートと犬小屋。まずは、頭部を上に向けて、この胴体のところで稼働します。下に下ろす。 そしたら胴体この後ろ側ですねこれがこのように動きますそしたら尻尾をこの中に入れるそしたら今度は後ろ足ここの爪の部分がね少し動きます前方に回転して持ってくる反対側も同様そしたら前足を後ろに 行き切るまで、後ろに持っていきます。さあ、そしたら、今度は犬小屋。屋根を開いて、後ろのパーツ。これを前に持ってくると。そうすると、ここに合体ジョイントがあって、ブルートと合体します。 押し込んでロックこれで準備完了どんどん行きましょうダイバードナルド腕を前に出すそしたら頭を回転これを上に起こすそしたら拳をこっち側に持ってきます腕を曲げるような感じですねこれもゆっくり行ってください さあそしたら今度は胴体。これが上半身が倒れます。そしたらこの羽を回転。こっちに持ってくるわけですね。さあそしたら足首。これを反対側に折りたたみ、これを前に持ってくる。そしたら今度はこの後ろ側。 これも、下に下ろすように、伸ばす。さあ、そしたら、これを回す。ぐるっと回します。こうですね。さあ、そしたら、この中に拳が入っています。ここを押すと、せーの。このようにね、パネルごと降りてきます。この状態では固定されないんですね。しっかり。 引き出すとロックがかかり手首を回転させるとさあそしたら最後にこれが合体ジョイントこれをこのように出せばダイバードナルドの合体準備完了さあそしたらアクアデイジーさっきのダイバードナルドと工程が同じですなのでどんどんいきましょう腕を倒し こちに向けるとそしたら上半身を倒すウィングの角度を定位置に持ってくるそしたらここを回すそしたら足首これを回転させてこっちに持ってくるでその後このパーツを下ろすと なかなかテクニカルレベルが高いです拳を出して回転そしたら合体ジョイントこれを出してこれでアクアデイジーの準備完了これで準備が整いましたねさあクライマックス全部を合体させますジェットミッキーを中心に全部が合体していく感じですねまずは足から。 ランドグーフィー。合体させるときよーく見てください。ここに切りかけがあります。噛み合うようになっています。こっち側は凸がありますね。少し硬いので、ゆっくりよーく物を見ながら押し込んでください。カチッと言います。反対の足にも凸がありますね。オッケー。 そしたら上半身スカイミニまずは合体ジョイントのおさらいなんだけどもこここれがメインのピンになっていますあとはこことここに凸があってスカイミニがこうやって合体するんだけどメインのピンがこれですねさっきの最初のピンでミニちゃんの足のところこことこここれをかませるとで説明書の指示ではこのさっきのこのギアですねこれがここに合体した状態でやるんだけど これがね、結構タイトなんで、後から取り付けますね。ゆっくり行きましょう。これがはまったら、全く見えないんだけど、足の根元のところを押し込むと。ギアパーツの取り付け方。まずはミッキーの頭をよーく逃がしておく。で、このパーツは、ここが稼働します。これ中に入れてください。で、最終的にロック。ミッキーの頭がここ。 で、ミニーとはここが合体します。こうですね。まずここを合体させたら、この下側の切りかけのところにミッキーの首がちょうど定位置に来ます。こうですね。そしたら下側の凸のところにこれを入れると。こ,これで合体しました。デイジーとドナルド。 分からなくなっちゃったら時計が前に来る拳が前を向いてるって覚えておいてくださいあとはこのジョイントですねここ後ろ側に線があって合体する方も同じく後ろに凸がありますこれを接続これもまたちょっと硬いですゆっくり押し込んでください 合体させているときにスカイミニーのジョイントがちょっと緩くて外れそうになるんで、まあ、その都度確認しながらやってください。さあ、そしたら最後はラストスパートですね。エースプレーン。まずは翼を畳む。反対も倒したら先頭部分をつまんで後ろまで持っていく。そしたらここに顔が隠れています。このパーツを上に持ち上げ 最後に先頭部分これを下に倒すとこれで準備完了です顔になりましたこれを頭部のジョイントに取り付ければこれで完成キングロボだ <laughs> おお見事に変形合体しました かっこいいですね。プロポーションはこのようになっていて、前回のキングロボットと比べると、新規造形の上半身周りですね、主に。だいぶボリュームアップしています。近くで見ていきましょう。まずは頭部。額にはミッキーを表す3つの丸にプロペラがあって、この頬のところはよーく見ると、馬のひずめですね。尾根の、いわゆる日本のスーパーロボットアニメのかっこいい顔。それから腕周り。 この新規造形のウィングパーツがかっこいいですね。両腕とも時計をあしらったデザインになっています。そして下半身。この辺は合体周りが前回のやつと全く異なってましたね。そして後ろ。ミニーちゃんがこっち側で見えるっていうのがいいですね。あの新規造形のこのウィング。これが非常に効いています。自分の妻が、まあ、ディズニーが大好きなんですね。なので、このそれぞれのこの時計って何か意味があるのかなと僕が聞いたところ、 例えばこれは美女と野獣の時計らしいですね。あのアメリカでの公開日だそうですね。11月22日なんだって。何かメモリアルなものを表してるんじゃないかなって言ってましたね。ちなみにこれは不思議の国のアリスらしいですね。このトランプ柄の時計。で、こっち側はミッキーの大時計じゃないかなっていう風に言ってました。手で持つとこんな感じ。 やっぱ超合金だけあって重量感がありますね。重たいです。やっぱこの重量感も超合金の魅力の一つですね。可動範囲に関しては大きく変わってるのは下半身です。前回のバージョンは太ももが細かく動かなかったんですね。今回のやつは、なんとこのようにロールができたりとか、横に開いたりとか。聞こえるでしょうかクリックが入っています。残念ながら、 前方に動かそうとすると完全にこのスカートが固定されてるんで前には動かすことがちょっとできないんだけどもこんな感じでどっしりとした歯の地立ちをさせて腰も回るのでちょっとだけミッキーのこの胸部の顔をずらしてこっちを向けるみたいなこともできるんですねさあ次はこれですね手持ちアイテムになるワンダークロック2つのアイテムを組み立てますこのパーツに このロッド状のパーツを取り付けるんですね。これよーく見るとミッキーさんがいっぱいいます。これめちゃくちゃオシャレ。で、これをここに取り付けて。で、さっき外したこのベースのパーツですね。これ。これを外して、一番後ろに取り付けると。これがワンダークロックワンド。時計のスティックみたいになるんですよね。これオシャレです。それから、この外したパーツは後ろから押し込むと、 これが取れます。で、これを反転させて、再び、このように取り付ける。そしたら、これが持たせるときのグリップパーツですね。こういう風になるわけです。じゃーん両方装着するとこんな感じ。右手がワンダークロックワンド。左はワンダークロックシールド。全部を含めるとボリューム満点。 これまた前回のキングロボとは違う装備になっています。キングロボ、本体のギミックはこんな感じ。じゃーんそしたら最後はね、比較しましょう違うんだよ、母ちゃん <laughs> まずなんだけど、僕はこの10年前のこのパキッとしたカラーリング。これも、まず僕は好きです。頭部の比較。だいぶ違いますね。蒸気船のエースウィリーから、飛行機のエースプレーン。それぞれが変形した頭部。腕回り。 特にこの肩のウィングのパーツは今回の神経パーツすごく効いてますね。胸部はかなりボリュームアップしました。そして何度か言うようにね、合体パターン。この胴体の合体パターンは全く別物となっています。下半身はパッと見同じに見えるんだけど、まあそれぞれに時計が追加されてますね。あとは犬小屋パーツにダイキャストがふんだんに使用されることにより、股関節のね、接続ジョイントが変わったことによって、まあ、バランスが今回良くなりましたね。 今回のやつはやっぱり上半身周りにかなりボリュームがついたことがね、わかります。最後はおまけ。この右側のやつは、えー、前回発売されたキングロボのファンタジックカラーバージョンってやつですね。<laughs> 色以外は全く同じなんだけど。そう、だからね、今回のキングロボ実は3体目でもあるのかなという感じです。そうだね、色の系統的にはこのファンタジックカラーに今回のキングロボは系統としては近いかなと思いましたね。 ちなみにこれは僕の持ってるものじゃなくて、妻がその当時買ったものになります。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の超合金、超魔法合体キングロボ、ミッキーフレンズ、ディズニー100 years of wonder のレビューを長い。<laughs> いかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。まあ、今回はテクニカルレベルが7というわけで、まあ、いつも以上にちょっとゆっくり丁寧に変形合体の解説をしました。この商品はディズニーが100周年ということで、それぞれのマシーンとか、いろんなところにね、時計が散りばめられてたのがおしゃれで、これはまたいいなと思いましたね。さっきも紹介した通り、自分の妻がすごくディズニーが好きで、あ、これはあれなんじゃないかなとか。 あ、これはあれっぽいよ。とかなんかそういうのを見てるだけでも楽しそうでしたね。うん、楽しんでましたね。どんな感じだろう？ちょっとちょっと最後にちょっと妻から感想を聞いてみようか。ちょっと呼んできます。もこもこさん。はい。あちょっとちょっと来てもらっていい？はい、あの、さっきのおもちゃなんだけど、今撮影してて。はいはい ちょっと今最後に観測撮影中です。これですこれです。はい、これやっぱいい商品だよね。そうですね。うん。僕思います。僕やっぱいいなと思ったのはこの時計がさあのおしゃれで。あはい。でさっきほら教えてくれたじゃんあの美女<ー>美女と野獣のね公開日アメリカのねのアニメの。うん。はい。後、ね、はほらトランプ柄の時計とか。はい。 ああいうギアの時計とかね、いろんなところに、ちょっにくい演出ですよね。こういう公開日にしてるっていうのは、ちょっとこっち側も見て、発見した時、すごい嬉しくなりました。ああ、やっぱりなんか意味があるって面白いよね。あれ、何なんだろうね、手に持ってるさ。ワンダークロックワン。あ、これ、これ、この、左側の。あ、そう、そう、そう。あ、この、はい、はい、はい。この時計。あ、これは、自分で、動かせるよ。 いや、これあの全部の時計動かないようになってるんだよねあそんなことないちょっと私動かしても、うん、ちょっと動かしていやいやてて動かないよ触ってみていいけ動かないって壊れるよほら動かないよえ当？ほんと、うん、あれ なんでそのガング野郎的なものじゃなくてディズニー的なもの聞きたかったけどあギミックねあここ動くんだえ知ってたそれは私ちょっとすごいねこれだから買った人はね自分の記念日とかをあ記念日んあいいね記念日ねなるほどね例えばねご夫婦とかカップルね大切な人がいる 人がね、まあ、記念日とかあでも別にその大切なのが<ー>自分の記念日なんかなと思います。<laughs> っていうかなんでその玩具や玩具の仕組み的なものをちょっと教えてもらって恥ずかしいな。ああ、なるほどね。ありがとうございました。<laughs> とんでもないです。といった感じでね、まあまあまあ、ね、ディズニーが好きな方にとってもね、非常におすすめできるかなと思います。まあ、ちょっと難易度が高いんで、まあ、もしよかったら僕の動画じっくり見て、あの変形型させてみてください。そうして僕は大満足です。 今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おだまでしたまたねー The man across Iran What a kids King